ハードオフで買ったですね、このなは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 
あいつ。おう。はい、なか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 いやさすアメンソーフィーということで、天気も快晴です。ご覧ください。こちらのモノレールですね。モノレールが松田中野モノレールからの。アドオフでこちらでちょっと沖縄でちょっとギターを弾きたくなったんで、アドオフ永田さん愛しますんで、永田さんのちょっとギターを調達しに行こうと思います。永田さんも帰らず、ハードオフで買ったですね、このギターでちょっと沖縄の歩きつつもちょっと検証したいと思いますっていうのが、路上ライブ、もうめちゃくちゃゴッド君久しぶりに路上ライブします。まあもう15年17年前、桑さん元気かい、桑さんゴッド君がちょっと沖縄の街をですねちょっと歩いてみて、路上ライブをしてお金を入れていただいて、稼いだお金でそれで晩酌をしたいなと、沖縄の泡盛だったりオリオンビールを早く飲みたいですね。とりあえずちょっと路上をちょっとやってみようと思いますね。心優しい人がチャリーンって入れてくれたらそれで晩酌したいなとも思いますね。ちょっと歩いてみます。いやすげえ。歩いてみます。本当ですか？僕福岡から来て。いや全然福岡っす。今日だってあなたを思いながら歌うよとやってあなたに伝え。
ばりでハッピーエンドの映画を今イメージして歌うよ。こんなに素敵な言葉がある、短いけど聞いておくれよ。愛してる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。悪い、悪い、悪い、バラードみたいな歌ってます。あ、いや、全然違う、違う、あ、いや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 、全然違う。ありがとうございます。ありがとうございます。ジュース代だけいただければありがたいですね。